商品が並ぶスーパーマーケット内部小売とは生産者や卸売業者から購入した商品を最終消費者に販売すること。小売を行う業者を小売業者と呼ぶ。小売業態では顧客が要求する物品を扱うことはもちろんのこと、買い物をするのに来店した顧客への利便性の提供や商品の性質や品質を認知するための情報提供も行い、 それらサービスの対価も物品の販売価格に上乗せされる形となる。このため、廉価に販売する業態では、セルフサービスの導入で価格を下げる一方、それほど値引きはしないが、品質維持に注力したり、アフターサービスなど、付加価値サービスを提供するなどの差別化戦略を展開している業者もあり、そのいずれもが商品を消費者に提供する流通の最後の段階を担っている。 小売りという表現は、各々の消費者向けに、最小単位に、小分けして販売することを意味している。英語で小売りを示すリテール、も、り、再び、テール、切る、から生まれた言葉であり、販売者の規模が小さいという意味はない。一方で、生産者側やトニア、卸売側では、ロットやパレット内視カートンなどの、ある程度のまとまった、流通単位で、やり取りされる。 なお、産業革命以降の製造業は大量生産で、廉価に安定した品質の商品を広く、大衆にも供給しているが、直接的に商品が消費者に販売されるのは、小売業者の検討などである。通信販売では、商店と顧客を仲立ちする宅配便や郵便を開催させるが、いずれにせよ直接消費者と接するのは、小売業者である。このため、 消費者の動向や意向を把握したい製造業では、この小売業者に接触して、これらの情報を得ようとする活動も見られる。なお、証券コード協議会における業種分類では、一般的な物品の小売業のほか、レストランや居酒屋などの飲食店、ファストフードチェーンといった外食産業も小売業として分類されている。特に、チェーン展開する外食産業の場合、 立地戦略など小売業と共通する部分も多いので、ここでは基本的に物販と外食産業の両方を含む説明とする外食産業を除くほか、ありがとうございます。